コマドットのヒューガです。まあ、地元企画を取っていきたいと思います。まあ納得はいってないんですけど、まあ闇取引人がいるっていうバックに大人ついちゃってるんですよね。僕たち地元の友達だけで企画を取って楽しんでるっていう人たちなんですけど、地元企画っていうのは僕がみんなを電話したりして呼び出すっていう企画で、本当に地元乗りっていう感じで僕がやってる企画なのにバックに大人入っちゃってすごい悲しいんですけど、まあ早速タイトルコールいきますね。本日の企画、地元の友達に早朝野外広告見に行こうって言ったら来るのか。企画がもう完全に大人入っちゃってるよね。まあ、野外広告見に行こうって別にいいし、個人的に見に行けば。まあ、これ野外広告が何かっていうと、この服、レジスタンス。僕たちがね、やってるブランドなんですけどね。まあ、これ完全に大人入っちゃってるんで、僕の声って思わないで聞いてほしいんですけど、これ大人の声ね。まあ、これ僕たちがやってるブランドバードクっていうね、やつがあるんですけど。まあ、そこに入っちゃってる大人。まあ、鈴木って大人がいるんですけど、その鈴木が、この企画を取れと。ヒューがよく地元企画やってるよね。ちょっとここでこういう提案があるんだけど、どうかなって言って。いろいろ言ってきて、この企画を取れっつってやらされてるんですけど、しかも早朝ね、今時間帯もう12時回ってますよ。早朝だからもう5時とか、もうなめんなって話だよ。起きれねえじゃねえかよ、ガキ。この野郎、ガキが殺虫だからこうなんだろ。左行ってあいつ。まあこの新作なんですけど、もう届いてる人いるみたいでね、ストーリーとかでね、僕何個か見させていただいたりしてて、すごい嬉しい気持ちいいんです。いっぱいです。ありがとうございます。まあ地元企画なのに依頼人がいるっていうこの気持ち悪い状況、こういうの変えていけたらいいなと思ってます。この間一回みんなで見に行ったには見に行ったんですけど、やっぱ時間帯的に人が多かったと。それはなんか大人が言ってきまして、まあそれに対しては僕も確かに人多くて、たくさん個人的な写真とか撮れなかったんで、まあいいなとは思ったんですけど、はい、朝早えよ、ダリーよ、取り行ったわ、服やらすな、ガキーガキー。この鈴木って大人入ってんすけど、まあそいつにも電話入れるんだけど、多分白子演技してくるからブチギレちゃるわ。もう本当になめなめなめやがって。みんなも朝早くて大変だろうけど、まあやれっちゅうやつがいるから、もうやんねえと首っつうからな。もうどんな立場で言ってんだよっつって、社長だよって言ってきましたけど。集合場所といたしましては、朝5時、地元のセブンにしたいと思います。はえや、これに関しては俺決めてねえわ、集合時間。ガキが。なめなめなめやがって。もういいわ、電話するわ、麦切りに。はい、もしもし、はい、明日朝5時、地元のセブン集合。明日朝5時に、地元の集合するのにひよってるやついる？はい、いねえよな。行くぞー。次、メタボ。明日朝5時、地元のセブン集合。無理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 。ユーマ、お前給料なくなるぞ。無理だー。来ますか、来ませんか。お金は欲しい。来る。行きます。パワハラだよ。これ完全にパワハラ。これけど大人が入ってるからできたことね。これ俺が個人的にやってる企画だったらこれ来ないとかありだから。まあ次はまあ里チビだね。うゆうた、おはよう。あ、時間帯的におはようじゃねえって突っ込めや。おはよう、ゆうた。明日なんだけどさ、朝5時に地元のセブン集合で構わねえかな。え、構わんの。構わねえやついる。明日の5時地元のセブン集合、構わねえやついるの。いねえよな。いねえよな。行くぞ。何すんの。要件とかはね、ちゃんとしたことはね、LINE 入れとこうかな。大人入ってるし、今日大人入ってるから今回は絶対集合できると思います。これで来なかったらすごい、そいつらが。で、あとはね、課金ですか。なめんなやつ、ブチギレるわ、ガチうぜ。はい、あ、もしもーし。あ、鈴木さんですか。あ、僕です、僕です。あ、鈴木さん、依頼されてたオープニングなんですけど、もう撮り終わりそうです。あれ、待って、そういう感じやっちゃってる。鈴木さん、依頼されてたオープニングなんですけど、撮り終わりそうです。依頼されてたっていうのはどういう感じだ。はい、ちょっと今回なんですけど、大人入っちゃってて企画に。どういうことだ。鈴木さんとはまた違う、この鈴木っつ大人が入ってて。あ、なるほどね。だから俺らさ、地元乗りを全国にっていうスローガンや。はい、で、この企画一応地元乗り代表する企画として今撮ってて、で、普通に撮りたかったんですけど、まあ、なんか大人の鈴木ってやつから連絡入って。いや、入りはないよ。だって俺ら自分たち事務所やってんのありえない。なんか入っちゃったんですよね、社長っつってたんですけど。そうなんだ。どういう依頼だったんだろう。新作のバードックの服の野外広告が出てるから、それを早朝に集合して見に行け。あ、い
それ命令系だった。命令命令。わかんないけど、見に行ったらいいんじゃない、企画になるんじゃないみたいな話し方ではなかった。いや、この間は人がいて盗撮しているやつとかもいたため、誰もいない時間帯に見に行けって言われて、いや、ちょっと朝早いのきついなって言ったら、わかりました、じゃあ給料ストップしときますって言われて、ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっと一旦撮らさせていただきますって話で落ち着いて。あ、なるほどね。鈴木って大人結構厄介なわけだな。結構雑魚っすね。なんか、金でなりふり言わせて、今回この企画、このタイミングで一本入れたいんで、みたいな。連絡入って。なんか、大人がうち裏に入ってるなと思ったんで。あ、そう。でも、一応俺は行くよ、その時間。あ、来る。じゃあ、5時にセブンなんだけど、大丈夫。そうだよ。だって、5時にセブンでお願いって俺が言ったんだよ。大丈夫。大丈夫です。まあ60円ついて、まあ誰も人いないし、写真撮りやすいよねっていうふうに俺が提案してるから。で、そうやって提案したんだよね。で、ヒューラも、この間結構人多かったから、ありやなって言ってたよね。いや、だからその人多かったって点だけね、俺がありって言ったの。いや、でもヒューラも結構、それはいい案だね、みたいな。いや、思い出だからね。だって原宿なんて俺らが自分らから声かけてお願いしますって頭下げてた場所にみんなが集まって写真撮りに来てくれてるなんてすごいことだから。てな、おーい、裏バラすな、次裏原宿に広告打つぞー、日和だよー。とりあえずさ、お前にも形上電話してるけど、これ時間の無駄だから。お前なんて呼ぶ必要もねえんで、行ったら三脚立てていいんだろ、ワンちゃん。おめえが三脚用意すんだろ、今回に関しては。ダリーナマジで。え、ヒューガ君、これいいニュースなんですけど、うん、今度ね、またちょっと機会あって裏腹の方にもね、広告打てることがちょっと今決まりそうで。もうええって、次は夜中見に行くぞ。オープニングもう撮り終えちゃうから。もうみんなが寝ないかだけが心配だから。大丈夫、結構ぶちかまして言っといたから。あ、そうだ、もしかしてヒューガ、あ、うぜーカスタラーがやー。これがカスと呼ばれるゆえんですよね。どうも、悪口ペータさんです。あとは、あいつらをね、明日朝待つだけ。鈴木って大人に見せろって言われたんでね、一応見せるんですけど、こんな感じでバックプリントとかも。で、実際にね、ほんと生地とか抜群にいいです。いろいろやらすなよ！こういうのやんないだろ、俺は。一人でやれや、ブランド一人でやって金稼いでんの、あいつだけ見てえにしろや！俺らはあんま金もらってねえから、貧乏キャラみてえな感じで行かせろや！まあ、ということでね、こんな時間帯にギャーギャー騒いでも仕方ないんで、もう明日の朝みんなと合流していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで現在朝の5時25分になりました。まあ集合しましたよということでね。でメンバーが遅いんだけど、後輩がたまたま地元のコンビニにいたので、まあ軽くちょっと紹介しようかなと思います。後輩の4人乗りです。あ、おはようございます。おはようございます。おはよう。10万人おめでとう。ありがとうございます。すごいね、本当に。ありがとうございます。様々あって以上。あやなんで先んだよ、ガキ。これオープニング撮ったカメラ。なんでこんな時間にいんの。いやいや、それも編集っすね。俺より先んじゃん、お前やっぱり。ありがとうございます。お前も見えよ。いいよ、みじろ。こいつ何も知らんから。ん、何も知らないし。え、何してんの、この二人、マジで。マジで分かんない。状況がヤバすぎる。いや、これ誰が俺より早いの。マジで。ボン俺より早いから。5時に来てた。あ、5時に来てた。あれ、佐藤さん、これ遅刻臭いね。あ、遅刻やな。朝早いわ。早すぎる。では、消臭かけて。どういうの。あなたでしょ。おはようって言って、ユーマ起きてない、どうする。ん、あれ、おじいちゃん。ゆうたおはよう。待って待って、ゆうまが今起きたっぽい。そこに布団敷いてた。全く動けなかった。寝坊したんだよ、やっぱり。俺のミッドボーなんやけど。あれ、スプリーム、あれ、あれ、やばいんだけど、毛玉とか。うわ、マジで浦田の頭の匂いになってる。もうガチ今起きたやん。え、歯磨いた。歯磨いてないし、昨日の夜も風呂入ってない。言ってることバカ怖いや。昨日家着いて携帯ちょっと見てた時にもう寝ちゃってた。後輩、後輩。かわいそう。じゃあ、じゃあそうまじで。俺もやだよ。これユーマもやらんだよ、多分。ヤマトいつもやらせてるけど。俺一応ロバ着てるやん。悔しい。一回マジで歯磨きした方がいいです。何だっけ。何も知らないの。何も知らない。あ、そうなの。じゃあとりあえず4人乗りは
疲れして、うん、お疲れ、ありがとう。大丈夫、チャンネル登録、4人乗りと申します。チャンネル登録お願いします。はい、年内20万人目指してます。お願いします。頑張れ頑張れ。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ問題があるな。これ俺の企画やん。これ今回大人入っちゃった。作家とマネージャーが回してた。まさかの初俺も回そうと思って来たんだけど、やっぱキモい、だいぶで、この集合時間でも俺決めてないし。来てんじゃん。でもいや、その来させられてるどういうこと。え、他のメンバー俺だけ来てます。持ってない数案件やね。え、全くわかんねえんだけど。だから今から原宿行きます。この時間に。マジかマジかよ。人いないからだよ。この間人たくさんいたから、それで写真撮れなくてみたいな。撮れたよ。いけたよ。鈴木って大人曰く再販のタイミングが被ると。だからこのタイミングでその動画を撮れと。5時半集合。やばい。いや。まあでも案件だからちゃんとやった方がいいんじゃん。いや、どうでもいいわ、自社の案件。そうだね。いや、ちょっとさ、じゃあ俺昨日この企画若干聞いた時にさ、寝れる企画だから寝ないで編集しといてみたいに言われたんだよ。誰？浦田。帰り道に俺がユーマに、まあ終わったらすぐ寝れっからそれはお前ユーマも限界来てたからメアニだらけの顔合ってんな合ってんな。まあじゃあ早速車科学部に移動して原宿の高校見に行きましょう。はい、ということで原宿向かうよ。ちょっと待って、もぐもぐタイム入ってる子いるんだけど。あれ、そうよ。何を飯食ってんだ。何飯食ってんだ、ゆうた。お前さ、ね、浦田うざい。浦田完全に寝起きだからね。完全に寝起きと完全にオールいるからね。あれ、そんなにやってるの。忘れました。うん、じゃあな。アムギリ寝たの。僕はもうギリまで寝ました。でもね、アムギリってね、寝んの目覚まし50個くらいかかった携帯3つで。それはおもろい。あっちゃん、なんでおもろいんだよお前。なんか目覚まし10個かけたとか面白くないけど、やっぱ50個ってなるとやっぱ結構かけてんなと。大人入ってるから今日みんな起きなきゃって思ったんだろうね。俺の企画だったら最悪起きなくてもいいから。いや、大人入ってるの知らなかった。いや、だからプレッシャー感じたんでしょ、大人ので。なんかこの車がね、大人によって社畜車にされたらしいんだけど。えー、なになになに。えぐい設備が管理されて。え、大人何した。ゆうたさん、それちょっと取ってもらってもいい。めっちゃ重たい。なにこれ。なにそれ。持ち運び充電バッテリーみたいな。キャンプとかに使うようなやつか。直でプラグさせるやつってことは、それがあれば車の中で永遠にパソコンの充電切れないと。そう、きたー。これはでかい、マジで最高。これをでかいとか最高って思ってんのは完全社畜になったってことだ。だからもうこれから車内で編集しろってことでしょ。車内で充電がなくなってさ、何回苦しんだことあるか分かんない。まあでも充電が切れたらちょっと合法的に休めるみたいなとかあって、それが全くなくなったから。しかもこれの充電って必要ないの。なぜならこれソーラー発電、晴れてるうちは一生充電できるから、一生社畜車やねこれ。これいくらだと思う。高そうやなこれ。でも30万ぐらいじゃね。50ぐらいすんじゃん。50ぐらいか。ソーラーだもんね。いや、36,000円。いくら。15万円。うお、結構したな。おい、やっちゃった。結構した。え、よくそのリアクションできる。ゆうたが正解よ。行き過ぎたなっていう反省の顔が正解よ。うん、結構行ったな。なんでもみあげ汗かいてんだよ。いや、バカ、お前もみあげをこうセットするの流行りなんじゃん。全然遅れてる人いたらそうやってってね。これあのパーカーのここ結ばないぐらい遅れてるからやってね。あ、ちょっといい、朝からちょっと恋愛トークしたいんやけど。マジガチ重たいわ。いや、俺が YouTube で男代表務めるわ。女の子に対するちょっと愚痴みたいになっちゃうんだけど、やめてほしいなってことがあって。例えば付き合ってる彼女がいたとしよう。付き合ってなくてもいいんだけど、女の子がいたとして、わあ、もう本当元彼からすごい LINE 来るんだけど、めっちゃめんどくさいわ。ブロックしろブロック言ったけやろ。いや、でもブロックするほどでもない。なんやねんそれ。なんでブロックしないの。嬉しいんやろって。めんどくせえならブロックだな。なんか私元彼からすごい連絡来て、めっちゃいい女じゃないぐらい振り切ってくれた方がもしかして気持ちよ。一個のステータスにしおる女の子、これ完全罰やねん。あ、まあいるよね。いるね。あれ、このテンションにしてはあんまり共感得れず。ブロックしろとはなんの。いや、でもそう思わね。え、もう一回やってみて。例えばチャラい男からめっちゃ連絡が来るみたいな、うん、もうめっちゃ連絡来るんだけど、もう LINE 切っても切っても切っても来るんだけど、もうマジめんどくさいわ。いや、ブロックしろー。すぐにブロックや。うわ、もうこれ完全に春高やん。ブロックしろなんて相手がサーブやってるだろ。おっと寝起きに勇気あるノリ破壊
ワンちゃんヒゲがむしるのかと思ったんだ。いや、ワンちゃんっていうか、カクちゃんでむしる感じだったでしょ。めっちゃ盛り上げに来ちゃった漫画オタクが。ありがとうございます。俺がインスタライブやってて、これを話して結構共感もらえたから、満を持して YouTube に持ってきたら、これ完全逆輸入や。それって穴モテって言うんですよって教えてもらって。穴モテとは、ただのモテてるとかじゃなくて、異性にやりたいと思われてるのをモテてるっていう状態と勘違いしてることを穴モテっていうらしい。ヤマトってことやな。え、竿モテなの。まあ俺が竿モテだとしたら、俺ヒューが完全に穴モテやな。誰が穴モテしてんだよ。いや、いるぞ、何人か俺がガチでゲイだと思ってる視聴者の人。絶対いるぞ。マジでハーフだと思ってる人は絶対いっぱいいんのよ。半分ぐらいそう思ってるんじゃない。北海道と秋田の お父さんお母さんなんですけど、みんな何県顔。ヒューが熊本っぽい。なんか熊やな。いや、そんなお前マジお前。あっちゃんとかマジ香川っぽいよ。香川か、うん、ああ上陸したことないな。鈴木東京やな。うん、東京顔、うん、池袋ウエストゲートパーク流行ってた時の東京顔。やめろお前、昭和の。ヤマト最近ガチひどい。もうお前映るんですよ、映んな。時代わかんなくなるから。ヤマトの昔の父ちゃんの写真に俺映っちゃったのかと思って。マジでお前の場合、今のポートレートとか撮って将来フィルムカメラみたいに扱われるやつね。俺昭和顔なのかな。これひどいっていうのもおかしい。俺バカ褒めてるからね、昭和顔って。今時のイケメンじゃないイケメンっつってんだから。タキムタクさんとかさ、それまで高さんとか、ああいう完全なイケメンが芸能界にスカウトされたり応募して通って、数少ないイケメンが世に出てたわけで、今っつったらまあ TikTok の加工だったり、 B21 スノー、古いよアプリの例え。 B26P6161 におっさんが無理してしゃべる。桁違いやお前。武将だと誰だろう。ゆうた織田信長言ってんな。どういうこと。似てない似てない似てない。適当にも程がある。ゆうたはジョン万次郎にそっくりやな。あれゲームキャラクターやろ。ファンファンかけてラジカセ持ってんの。ゲームキャラクターやろ。あれ黄色いだけだろ。そういう覚え方すんな。ジョンだけってなんだよ。あいつはあいつ黄色くてガチャで出てきたらうざいだけだ。ヤマトもだからその辺のさ、総理大臣とかその辺のさら辺で言うとガララワに似てる。はなんで急に急にトリコ。最初に倒されるやつや。あいつ赤いだけやしな。だけじゃねえわ。ヒルついてるだけやわ。あいつっていうな。それだけや。それはいいじゃん。あいつも赤いだけやん。くだらない。あいつに関してはマジで赤いだけだよ。ユーマこいつに似てね。もう全部に似てるわ。じゃあ、あれなんでバス停にテニスプレーヤー来てんの。小坂直美さんが普通にポスターとして貼られてるだけや。お前あそこにずっと立ってんのエグいやろ、広告料。なんであの人あんなポーズで待つの。じゃあ待ちじゃねえわ。誰がヒューアン姉ちゃんあそこに待たしてんの。似てんな。似てねえよ、いねえんだから。似る似ないじゃねえ。ワンちゃん兄弟って疑われてもおかしくない芸能人とかさ、著名人の人ちょっと言ってみよう。ヤマトと千賀さん。あーなるほどね。ユータはなんだろうね。高橋一生さんとかね。あおお。いやいや、それランドやろ。あ、確かにランドが似てるわ。いやいやいや、普通に初登場じゃない。あっちゃんの友達のランドは。かつ口でかくね。急に急に。かつ白目少なくね。カツはイケメン前提よ。カツと義士はそれに近いわ。二文字は近くなるから。あっちゃんの友達こんなゴリゴリして大丈夫なの。いや全然オッケーだと思う。カツはねめっちゃおもろいよ。俺カツ一回飲んだことあるんだけど、カツが笑うとおもろい。カツめっちゃゲラなのに笑い方がスーパーおもろいから。ずっと面白いだから。マジマジマジ、これマジだお前ずっとこれ。ほんとにそれとあっちゃんもそれに近いけどね。うん、うん、お風呂が焼けました。焼けないだろ。自己報告やばいでしょ。焼き払われた後に教えてほしい。残念な話なんやけど、ゆうまくんが後輩にちょっとひどいあだ名つけられてて、無精くんって呼ばれてんだって。マジ、え、なんでゆうまって無精多いの。わかんないです。最近はね、夢さえ見ないで朝起きたらパンツが濡れてたりする。俺人生でゼロなんだけど。俺もない。俺1。俺も1。本当。何歳の時。中3かな。あーだからやっぱそれで言うとうちの体勢が早いわ。小3で無精してたわ。
小3で清掃動いてる。野球に行こうとしてて家隣だったから家の前に行ったら起きてパンツ脱いでどうしていいか分かんない。やばいやばいダメだ寝ます体調悪いみたいな。でなんかもうすっごいあの毒々しい顔で野球してたけど。でもタイスチンコの顔ひんむいて強いシャワー当ててたっていう噂聞いたけど。ナイスナイス。大勢はチンコが強いみたいな聞いてなんでっつったらやっぱ皮ひんむいて家のなんか超高水圧シャワーでグワーやってめっちゃ強いみたいな。いやそれマジやってた。あいつめっちゃチンコ鍛えてたよ。これはね全く今下ネタのテンションで話してない。これは話してない。保険の授業やな。これでもし息子さんとか娘さんに見るのやめなさいコムドットっていう親がいるんであればこれ完全にナンセンスやね。保険の授業受けなくていいもん。多分コムドット全部見たら。まあちょっと女の子も耳塞いでおいてもらって男に言いたいんだけどチンコの皮むいといた方がいいで。あそれはマジそう、うん、これ完全に中1かな。だけどそんなもんだったよね。ユーマだけ早いよね。ユーマ生まれたてでしょ。気づいたら剥かれてた。それが受動的なのやばくね。うっすら覚えてんだけど多分父ちゃんが剥いてた。遠くにあるやんチンコ。あ剥いてんなみたいな感じ。なんで記憶あんのお前ゼロ歳って嘘ついてんね。3歳ぐらい、4歳あんま記憶あるわけないよ、3歳とか。そこでもおかしいわ。じゃあ7歳ぐらいかな。なんだよ、どんどん変わってる。あ、今嫌な。やっぱ嘘つきってどんどん変わるから。まあ、幼少期。まとめた。どうお前。あ、なんかさ、今パッと思い出したんだけどあっちゃんとパーキングエリアのトイレで一緒になって隣でおしっこしてたのよ。で、その日1回目のおしっこだったの俺。チャーって出したら真っ黄色だったの。隣にいたあっちゃんにちょっと便座から離れて俺のおしっこめっちゃ黄色くねって言ったらえ、でかっ黄色くねって。そんなでかいの普通常ゼロより。羨ましい。明るいガチビビった。チルド待て、俺よりでかい。いや、それはね。いや、じゃあユータは本当に口に入れれそう。わー、まあ、だからゲイって言われる。こうできそう。こう入るんじゃなくて、かこう横に。バカ、手やめろ。手やめろ、絶対。全く女性に対してエッチな気持ちを抱いて話してたトークじゃないから、これに関してはほんと NHK レベル。いや NHK だね。ちゃんと向いた方がいいよっていう大人の男の人からのアドバイス。まあ、この後ねちょっと広告見に行くってことで。はい、原宿着きました。何回お世話になったか分かんない白亀。瞑想企画を何回やったことかね。あの時迷惑をかけた芸能人のこと申し訳ありませんでした。もうほんとに迷惑かけてなんぼと思ってね、あの頃やらさせていただいて、ここまで成り上がりました。最近ではなんか変装してもらえる立場という。まあ優太と山田な。俺とか超いいよ、金髪にして簡単やん。いや、生まれつきの骨太があるんだ。やっぱりお前さ、骨太の話ええって。水の代わりにミルクル飲んでしょ。ミルクルってなんで。ミルクルってなんて。ミルクル骨強くなるんで。何同時に遊び始めるの。アホかよ。じゃあ行くか。レッツゴー。あーもう完全に YouTube ドリーム動画やん。あそこでだって声かけして這いつくばったわけやから。僕たちの聖地ですね。原宿駅からこう竹下通りに入っていく人たちにチャンネル登録をお願いしてた時期が、チャンネル登録1000人ぐらいから1万人ぐらいまでずっと声かけしてた。週4とかでバイトしながら編集しながら想像を絶するよ。1万人まで行ってここで1万人の時に大騒ぎして、あーやーマジでやる、マジでやばい。1万1がやるやる、マジありがとうございます。ぜひ見てみてください。めちゃくちゃ面白くていい人だった。素晴らしいです。マジでありがとう、マジありがとう、マジやだった。一回話し合ったよね、チャンネル登録数2万人まで声かけるから。何があっても100万人はとりあえず達成しようとしてたから一回あったよね。100万人まで行くには何人のペースで毎日声かけ続ければ100万行くみたいな。声かけだけで100万行こうとしてる。冗談飛ばしとか他のやつらが大丈夫 YouTube みたいなってきた時に悔しくて、もう何が何でも声かけで100万人まで行くから人生成功確実よって俺が絶対100万人行くから俺は。なんか一つの修行みたいなとこある。夏汗びちょびちょにして暑くなったら杉薬局にお邪魔してたな。してたね。俺女の人がメイクするとこに座ってたな。で飯の時なんて10分交代で。そうだね。あ、そうだったわ。僕とアンギリ君なんて毎回これだけ嫌すぎて明日体調崩しだ。毎回お腹痛くなった。うんこしてくるわ。浦田さんなんてドトールでバイトしましたから。俺らが声かけてる時バイトしてたから。だからさ体に染み付いてんのね声かけの出る言葉。俺一回やってみて、ちょっと来てみて。
止められるわけない。平泳ぎクロールみたいな。やめろ、須藤元気くるか、お前。須藤元気歩き向き、おお。すみません、タイムロットっていう YouTuber なんですけど、はい、本当に10秒ぐらい、はい、今チャンネル登録500人目指してて、そこまで行かないと帰れなくて、もしよかったらチャンネル登録してもらえないかなと思って。あ、いいです。いいですか、はい、ありがとうございます。なんかよかったら写真とか撮ってもらえると、将来有名になるんで、ヒカキンさんの昔と写真撮るんで。へえ、じゃあ一応、じゃあストーリーとかに上げて、ストーリーとか上げてもらえたら、はい、タグ付けとかしてもらえたら、はい、いいです。感じで話してくれて、チャンネル登録までしてくれて、何あの人たちみたいな。いや、いたいた。ギャルが結構ひどかった。ひどいギャルやります。ゆきは辛味チキンだっけ。待って、お前、ゆきぽよさんのおっぱいやん、もう。どっちもボケんだよ。あ、いろんな人がいたよ、マジで。いや、今のとかリアルやばいよ、言ってた掛け声。今写真撮ってくれるとヒカキンさんぐらい有名になって、あれするんでって言ってた。ヒカキンさんからもらったベンツで来てるから。やばい、やばくない。おっしゃー。いや、いいよ。誰に男子高校生だ。それで、YouTuber なんですけど、今日チャンネル登録500人いくまで帰れないっていうのやってて、面白かったらチャンネル登録してもらえないかなっていう話なんですけど、ちょっとお願いしますよ。じゃあ帰んなくていいじゃないですか。え、どうする。あ、じゃああれ、面白いことやってください。何でも散歩してたら雷に打たれるドナルドを笑うグーフィーのものをします。ドナルドが雷に打たれた。うん。よっ。お、後でしときます。ダメです。今しろ。後でしときます。おい、ガキ、ガキっぽい。まあよくこれでヤマトこうやる流れ。やってる。すごい思い出した。気持ちいい。ザーコ。お前売れ方ダサ。売れた結果ダサ、お前。ねえ、チャンネル登録500人増やしても帰ったら100人ぐらい減ってんの。解除してるってことだから、ね、いやー夢あるわ。そんな俺らの広告あるんだ。やばいよ。これやばい。行きましょう。だって差し入れとかくれたよ。くれた。だからすごいよ。2000人とかで全然さ、まだわかんない俺ら。信じて差し入れくれたり、サインください。キョンクマさんもいたし。いたわー。いた。覚えてるかな、キョンクマさん。キョンクマさんめっちゃ優しかったけどね。その時にキョンクマさんがまだチャンネル登録50万人ぐらいで、 YouTuber の使って声かけてくれて、俺らに、いや、チャンネル登録しますよみたいなのしてくれて、超優しくて、僕たちの広告が見えてきましたと。原宿に5人でこんなゆっくり入れるのがやばいわ。すごいね。うわー、はい、俺らや。うわ、マジですごいな。うわー、すごっ。あそこで、あそこで下げた5人。いや、アムギリ顔マジか。眩しかったのかな。まあ、ユーマかっこいいやん。水。まあ、コロナ禍じゃないですか。だから、なんかあんまみんなに見に行ってねって言えない。なんか通りがかるとかがあったら見てほしいね。通り取っていいかな。じゃあ俺先行ってんな。なんで。はい、ということで朝から俺らの広告見に来ました。これね、5月31日までここにあるんで、時間ある方ね、ぜひちょっと見に行ってみてください。お願いします。多分ヒューがメインの広告だと思う。ああ、はい。これ強いな。これね、キュートキューブっていう建物の裏側にあるんですけど、これもかっこいい。どでかいわ。わー、ワタさんだ。いや、ワタさんすごい。これだから、これみたい。ワタさん、ワタすごいよ。ワタさん、こっち見てるわ。うぜえなぁ。うぜえな。自分の妹、どっかなんここ出て。なんか、ここがすごくて、これを読み取ると、このバードとのインスタグラム出てる。これ読み取ると、服が売ってるウェブサイト出てる。なるほど。え、嘘やろ。やってみようか。おぉ、来た。すっげえ、 23.8 万人のバードックのインスタグラムが出てきたわ。やめろ、もう企業案件っぽいな。すごいわ、毎月1着服出してるバードックっていうブランドのインスタグラムが出てきましたよ。自分たちのブランドや、お前。コムドットっていうグループが作ってるブランドらしいですよ。すごい。チェックしてみましょう。ということで、やらされた、また大人に。今大人が流れ作ってたね。いやー、これすごいわ。すごいわ。バーベキューや。バーベキューの端だね。あいつバーベキューや。集合写真やバーベキューの。あっ。車出してんだろうな。
界や。あー限界オタやなこれ完全に。オタスさんオタスさん。うわ本物やん。似てるな。やタイム。これ限界。伏線回収です。さっき大阪のおみさんがいて。ここには引っ疲れ完全に。もう一回伏線回収さ。さっき大阪のおみさんが遊んで。ここにはヒューが。何が伏線回収なの。看板の伏線。何が伏線やの。あいつ顔蹴ったのかな。思いっきり蹴ったよ。またプレミアで叩かれる。いや俺が叩かれる。いや最近の俺ひどいっす。もう喋んな写真撮る。今のヤマトってことが叩かれる、ね、なんで喋んな写真撮ってんじゃんとかね。が叩かれるから喋ってるあっちが悪いの。僕は限界音やったら真似すんか。触んなよ。お前息おかしい。悪いね。ニコ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 してニコニコしてあ、それニヤニヤニヤお前それ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 ニヤニヤしてもう一個あるもん、うん、そうらしいっすね。もうすぐそこやな、すぐそこ、まあ、キャンディア55っていうところになるんですけど、セイラかわいい、セイラかわいいわ。うらたん限界作り笑顔な、限界作り笑顔めっちゃここキモくね。ちょっとアホ面じゃねえ言うたもん。でもセイラ完璧やな、セイラすごい、いじりどころない。アムギリさんの髪型についてね、なんでお前芸人感でヤマトも限界作り笑顔じゃん。ほんとだ、コンタクト乾き外人に言われたくないね。自分たちがおるでね。え、まさかキャンディア55のモデルになるとは思わなかった。あー全然ちゃうで。外壁なだけでモデルちゃう。全く同じ感じやろ。あっちゃんこっちあっちゃん、せーの、ヤマト違うよ。急かさし入ってるよ、またまんま同じ顔して。あ、今反対違うよ。間違えた。あーいいね、うん、あ真ん中ふざけんだよ。ふざけてないのよ。これセーラーも見に行ったらしいんだけど、人いすぎて写真撮れなかったらしい。あー結構いろんな人が見に行ってくれてるみたいで。え、ゆうた腕の中盤に時計してるやん。落ちちゃうね。撮影の時はいつもここの骨に引っ掛けてたんだよ。こんな感じだね。うん、報告は以上ですけど。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、本日はですね、僕たちのゆかりのあるこの原宿に僕たちの広告が出てるということで、まあ一応企業関係なんで、まあさらっと言ってくれって言われたことを今から言うんですけど、実はですね、レジスタンスっていうシリーズ、まあ反逆者っていう意味があるんですけど、このシリーズがですね、まあ、完売しました。まずありがとうございます。ありがとうございます。相当の数が売れたんですけども、まあキャンセル分ともうちょっと欲しいっていう声をね、多くいただいたので再販決定しました。おおおお。まあ、日時なんですけど、明日5月30日の夜9時、まあ、みんながこう帰る時間、まあ、このシリーズと、まあ、さっきの白 T のシリーズとどっちもあの再販するので、もし欲しいよっていう人がいたら、まあ、買っていただけたらいいです。まあ、最近なんですけれども、エンディングの曲はゆうまくんが歌ってるわけじゃないですか。そこになんかハモってる人がいるみたいなのがあったし、これね、有名な方、これトリプル B の鈴木さんっていう方が歌ってくれて、トリプル B トリプル B トリプル B から2人、一応2パート、あの 2アート、低音と高音があったんで、今日もしかしたら歌ってるかもしれない。誰かちょっと予想してもらって、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。まあこんな感じでね、僕たち YouTube でまた一つ夢を叶えたということで、これからもたくさん夢を叶えていきましょうということで、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に、目覚めの一杯はアイスコーヒー、髪かき上げながらパスタ作ったお前。